はい、ヒルフィール放送局、マコネです。このポッドキャストでは、えっと、TJOY 長岡で公開されている新作映画情報を中心に、えっと、現在ね、 上映映映されている画画のおお話やおすすめ映画、まあ、今週末、もしくは来週の水曜日、まとめてみるんだったら、この映画いいよみたいな、この映画きっと面白いと思うよみたいな感じのお話をしているポッドキャストになります。今回の放送は、あのテスト放送になります。はいまあ、最後の方になんであのこのポッドキャストを始めようと思ったかっていう。 ことと、うんと、私が、映画に関する思いを少しお話して終わりにしたいと思うんですが、まずは、二つばかし、あの、注意してほしいことがあります。まず一つは、これのポッドキャストは、あの、 新潟市新潟県長岡市の、えっ、ー、と、地域フェイスブックグループである、えっ、ー、と、長岡グループに投稿することを前提に、ポッドキャストとして、えっ、ー、と、収録していますが、私のあの、ヒルビル放送局のポッドキャストのメイン、メインステーションは、あの、YouTube のポッドキャストになります。なので、えっ、ー、と、YouTube、 ごしに、このポッドキャストをご覧になる、ご、ご聞きになる方もたくさんいらっしゃると思うので、そういった YouTube ごしに、あの、お聞きになっている皆様に一つ注意点。まず、あの、この情報は、新潟県長岡市、T の t 上位 t j o シネコンの t 上位長岡の情報なので、あの、すべての映画館が、に定期しているというか、あの、と情報ではありません。 なんで、まあ、地域限定情報をわざわざ YouTube でアップしてる、こいつは何の問題みたいな感じで思っていただけば結構です。はい。ですが、あの、新作映画情報とか、まあ、あの、うんと、今やってる映画の情報っていうのは、まあ、まあ、あの、うんとまあ、シネコンなので、あの、全体的なものを、全体的なあの映画の中の、映画業界の中の今、あの、公開されている映画の、まあ、ツボは抑えているんじゃないかなと思っています。 でもう一つは、私はあの今ね、16時間断食をあのに全部の、ね、リソースを割いて、えっと、3年間で体重を、体脂肪率を落とすという壮大なプロジェクトの真っ最中でありまして、で16時間断食をやっていくには、やっぱね食事制、食事がやっぱ大事なんです。でまあ、食費にまあそれなりにお金かかってまして、 現在、あの、16時間断食が終わる3年間は、映画も、映画もアニメも、私の大好きなね、あの映像コンテンツは見ないっていうふうに心に決めてやってますので、残念ながら私がどんなに見たいと熱望しても、映画も Amazon プライムも見ることはできません。アニメも見れません。 なので、私はここであの予告編だけを見て、皆さんに、あの、こんな、この映画面白そうだよっていうふうに、私目線でご紹介しているものです。はい。なので、えっと、もちろん、私の、私のおすすめで映画見に行った、この映画見に行ったから、面白い、面白くないは、あなた次第。<laughs> やっぱりね、映画はね、見る人によってみんな感想違います。それでいいんです。はい。 なので、あの、ぜひ、私の、あの、うんと、おすすめに流されずに、あの、皆さんの完成で見たいっていう映画を、ぜひ、映画館でご覧ください。さあ、本編に行きたいと思います。この週末から、えっ、ー、と、上映される、ツイージョ長岡で上映される、えっ、ー、と、映画は、新作4本。グリッドマンユニバース、シング・フォー・ミー・ライル、 ロストケア。そして、人気なき幕末。両馬氏当編の4本ですね。はい。で、まあ、一本一本見ていきましょう。じゃあ、グリッドマンユニバースからですが、まあ、グリッドマンって聞くと、あの、20代、30代の、まあ男、男の子というか男性の方なら、いや、違うな、特撮ファンの方なら、 電光超人グリットマンっていう、あの、1993年から1994年にかけて放映されたつぶや、らやプロの特撮ドラマを覚えている方も結構いらっしゃると思います。この映画のグリットマンユニバースはまさにその電光超人グリットマンを原作とした完全新作アニメーションです。なんで、私実はね、電光超人グリットマンって、まあ1話には見たことあるかもしんないけど、 まあ内容全然覚えてないんですよ。<laughs> 夕方、なんか5時半とかにやってた気がするんだけどな、ぐらいな感じなんですけど、うん。どうだったかな <laughs> もしかしたら日曜日の朝だったら行きするかもしれない。うん。で、えっ、ー、と、この、 新、完全新作アニメーションは、えっ、ー、と、2018年の10月から12月にかけて、ワウワウとテレビ東京かなワウワウだけだったかなで放映されたの、放映されたんですが、確かね、去年、アマゾンプライムでも、えっ、ー、と、放映されたような気がします。はい。まあ、どちらも、あの、正直見てないんです。はい。うん。なんか、その時は、その時はね、まだね、私あの、 映画館と、あの、職業あとお仕事と、えっと、あと部屋を、もうぐる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 回りながらも、映画館では Amazon プライムで映画タニミーをガンガン見て、あと時間があれば映画館に通い、映画館に通い見るっていうような生活ばっかだったので、うんと、まあ、ありとあらゆるアニメを見てましたが、まあね、あの、グリッド版は、あの、後回しにした作品でしたね。 はい。なので、今現在も見ていません。そう。で、えっ、ー、と、この映画はその、んと、新作として描かれた、えっ、ー、と、SSSS SS グリッドマンの新作として公開される、ます。はい。 じゃあ内容はというとですね、内容はちょっとあの、今書いてあるものをそのまま丸読みしていきますが <laughs>、まあ一回ね、読む練習したんだけども、まあね、んと私文章読むのあんまり上手じゃないので、小学校の頃からのトラウマでね、書けられたらどうしようっていつもドキドキしてた私なので、えっと、まああんまり上手じゃないんですが、あの、イメージだけ伝わればと思ってます。さあいきます。と。 都立筒子大高校放課後の教室で、響き、ータは記憶の中にあるはずのグリッドマンのノートを何度も書いて消していた。かつてこの世界は一人の少女によって作られた。壊された。その少女の心を作ったのは異次元からやってきたハイパーエージェントグリッドマンと彼女が作った心を持った怪獣、そしてユータたちであった。2年に進級し、 立カと別のクラスになったユータは告白を決意する。そんな平和になった世界で過ごす彼らの日常は、ご音とともに崩れは、れ始めた。ユータに訪れる危機の最中、突、突如現れるグリットマンは語りかける。この世の世界のバランスは崩れようとしている。やがて真空の恐竜ダイナレックスや、グリットマンの協力者である新世紀中学生、そして別世界の住人、 真中、蓮たちも、たちも、ゆうたの前に次々と現れる。立会への思いを秘めたまま、ゆうたの日常が始まった。んゆうたの非日常が始まった。といったストーリーになります。まあね、あの、もうわかるんですよ、私。うんと、この手の映画、見れば、ものすごく熱くなります。そして、最近のあの、 うんと、まあ、アニメ映画もそうなんですが、まあ、頻繁にマルチバーストが絡んできたりとか、多次元人とかがま、出てきますよね。最近の傾向として。で、まあ、ちょっとね、あの、うんと、ウィキペディアを見たんですが、このあの、ユニバースも、まあ、あの、やっぱりあの、うんと、うん、マルチ次元とかね、まあ、そういったお話が絡んでくるようですね。 まあ、あのー、なんだろう。クオリティは多分ね、ものすごい高いと思うんです。うん。クオリティはものすごい高いと思うんですが。えっと、まあね、うんと、どうなんだろうね。グリッドマンをリアルタイムで見てた方だったりとか、あのー、うんと、まあ、アニメ映画をね、まあ、全部、全部見てるって方も結構いらっしゃるので、あの、そういった方はぜひ、あの、見に行ってみてはいかがでしょうかね。 うん、そう。まあね、うんと、私がね、あの、アニメを、あの、ゼロ切りしたのは、別に、あの、グリッドマンだからっていう、アニメだからっていうわけではなくて、まあ、グリッドマンに興味がなかったっていう <laughs> ことなんですけど、まあね、このあらすじを読む限り、私もね、あの、まあ見てみたいなと思うんです。そう。ただね、うんと、怪獣、基本的に、あの、怪獣アニメなんですよ。 そ怪獣は特撮でやるっていう風なイメージのものを、えっ、ー、と、怪獣アニメに落とし込んだっていうもので、まあね、予告編を見るとですね、あの、うんっと、胸安展開は想像できるんだけど、予告編のクオリティはそれほど高くなくて、そう、なんかあの、うんと、まあね、私は1、2回しか見てないんですが、まあ、あの、映画館で、ね、何回か見てるうちに面白そうって思うタイプの、まあ予告編でしたね。 なので、まあ、あの、うんと、万人危するかといったら、まあ、絶対おすすめっていうわけでもないはない <laughs>、まあ。もちろん好きな人は好きで足を運ぶ人は足を運んでくださいというような感じの映画になります。まあ、このようにね、私のあの、ぶっちゃけ本音も交えて全部の映画がおすすめなんてことはありませんので、えっと、自分の好きな映画をあの、このように見いてたらごめんなさいね。さあ、 次の映画に行きます。次の映画は、えっ、ー、と、シング・フォー・ミー・ライル。そう、シング・フォー・ミー・ライルは、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、階級会社書いてないな。そう、なんかディズニーっぽい映画なんですよね。そう、ディズニーっぽい映画で、今ちょっとね、ホームページを今開いてるんですが、うんと、うん なかなか出てこないんで、まあ、ディズニーかもしれないということで許してください。ディズニーのマーク入ってないな。そう。まあね、ミュージカルですっけど、これ。はい。うんと、ワニーのね、あの、あの、人の言葉を喋るというよりも、歌しか歌えない、えっと、ワニーさん、ライルが、えっとね、活躍する、あの、お話なんですけども、まあこのの、この手の映画、この手の映画ね、絶対に泣けます。うん。 あの、心がピュアな人は泣けます。そう。あの、映画の世界にどっぷり使って、もう映画を見ると、あのシーンはどうだ、この、あの、あの演技はどうだっていうふうに、まあね、あの、シーンとか演技とか、映画のクオリティだけを、あの、突き詰めて、あの、お話しする方、評論家の方もいらっしゃいますし、YouTuber の方もたくさんいらっしゃいますが、 あの、そういう方ではなく、もう純粋に映画のストーリーを見て楽しみたいっていう、あの、あと純粋なハートをお持ちの方だったら、この映画、絶対に泣けると思います。うん。私の少ない経験ですけどね。まあ、それでも、あの、去年1年間200歩見たという、あの、映画館200本見たという経験からして、まあ、絶対に泣けます。そう。なので、あの、ぜひね、あの、お一人で見に行った方がいいと思います。 まあね、あの、映画は私、基本的に一人で見に行くもんだと思ってるんですよね。まあね、あの、うんと、見に終わった後ね、あの、やっぱりね、ああだこうだって、あの、映画に関して、あの、友達と言い合いたいっていう気持ちもわかんないではないんですが、あの、なんだろう、ず、じゅ、じゅぎゅんとね、見に終わってから、ちょっと時間をかけながら、ずっと自分の心の中に、あの、いい部分を落とし込んでいくわ。 っていう作業がやっぱね映画家の心強さだと思うんです。そう。なのでね、ぜひね、あの、うんと、この映画を見ながらたっぷり、皆さん、あの、普段のね、あの、いろんな現実の中で生きてる、あの、赤を涙と一緒に落としていただけたらいいなと思ってます。そう。まあ、作品自体は106分の作品なので、まあ、そんな長くないですね見を。見始めたらパッと終わるかもしれない。 あただね、ただ、あの、R12、PD12 が付いてるので、もしかしたら、ちょっとね、あの、際どい、えー、っと、表現がちょっとあるかもしれないですね。そう。うん。まあ、まあ、どうですかね。うん。じゃあ、早速、あ、今ね、えっと、新潟、あの、TJ 長岡で上映されるのは吹き替え版だけみたいです。はい。で、えっと、 うーんと、現在、ってか公開じゃなくて、えっ、ー、と、内容ですね。内容はこんな感じです。ニューヨーク、ショーマンのヘクターは古びたペットショップで、そう、魅惑の歌声を耳にする。うん。歌っていたのはなんと一匹のワニだった。ヘクターはそのワニに、ライルを、そのワニのライルを相棒にしようとするが、ライルはステージ恐怖症が判明し、ショーは大失敗。 ヘクターは去り、取り残されたライルはたった一匹、アパートの屋根裏に住む、隠れ住むのだった。ヘクターが残した音楽プレイヤーを握りしめ、長い年月が経ったある日、一人の少年と家族がライルの住む家に越してくる。その少年、助手もまたライルと同じ心に深い孤独を抱えていた。 序章を前に再びゆっくり歌い始めるライル。やがて二人が歌を通して心を通じ交わしていく。なるほどね。予告編に出てきた、あの、元々の飼い主ってのがこのショーマンってショーマンのヘクターだったんですね。そう。まあ、見捨てて置き去りにしていなくなっちゃったんですね。そう。 ね、まあ、冒頭の予告の冒頭から出てきた、あの、男の子と、えっと、家族が、ライルの、ね、こ、ひっそり隠れ住んでたライルのところに引っ越してきた、えっと、少年、女子と家族だったんですね。うん、なるほどね。まあ、予告編見る限りね、あの、やっぱりミュージカルなんです。うん。本当あの、奇跡と感動のファンタジーミュージカルって、まあ、ここに書いてあるんですけど、まあで、ね、も本当 ラストシーンは多分ね、ライルが、ライルがね、あの、ステージに立って歌うんだと思うんですよ。うん。そこで多分、あの、全身からた鳥肌と一緒に涙バーって出てくるような映画だ、うん、映画だと思いますね。ぜひね、あの、うんと、たくさんの涙を流してきてください。涙を流して命の選択と言われるぐらい人間にとっては大事なことです。そう。普段ね、あの、 大人になればなるほど、まあ涙がこらえてしまう場面も多いでしょう。私みたいにあの、コンビニで、ね、スポコン漫画を立ち読みしながら号泣してしまって高校生に笑われるなんて経験は多分普通の人はないでしょう。まあそういう方でもあの、うんと、純粋な心でね、見ていただき、たくさんの涙を流していただきたい映画の一本です。さあ次の映画に行きましょう。次はですね、 まあ、日本の映画なんですが、そう、ロストケア。そう、これはね、これはね、あのー、これはまあ、問題作っちゃ問題作な、問題作っちゃ問題作なんだけど、あの、私はすっごく興味ある。うん、すっごく興味ある。 えっとね、3、4ヶ月ぐらい前に似たような、えっと、割合と似たような、あの、お話の映画が、あの、アマゾンオリジナル映画として公開されてたんですよ。ちょっと名前は忘れちゃったんだけど、あの、それは、うん、とアメリカのお話なんですが、あの、アメリカのね、あの、どこにでもいるような看護師さんが、えっと、病院で、 あの、次々と患者さんを殺していったっていう話なんですね。そう。この映画も、そう、ファイナルケアっていうかな、ロストケアですね。ロストケアとして、あのー、介護する側の方が、次々に42人を殺していった。そう、サブタイトルと,トルとして、彼はなぜ42人を殺したのか。犯人、殺人犯対、 検事運命の激突っていうのが、まあ、映画のね、キャッチフレーズになってます。で、まあ、あの、どんなような内容かというとですね。えっとね、日本では65歳以上の高齢者が人口の3割近くを占め、介護をめぐる事件は後を絶たない。この問題に鋭く切り込んだ、えっと、は、発信、中、うーん。 うーん。読めません。ごめんなさい。第16回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作品。こんな夜,夜明けにバナナかよ。愛しき、愛しき実はとか、そしてバトンは渡さないの。前田哲監督は映画館。介護士でありながら42人を殺めた殺人犯。うーん。<laughs> うーん,、うん。あの、松山健智さん。 が演じるその主人公。その彼を裁こうとする検事、大友、ひろみに長澤まさみ。社会の絶望と自らの信念を、に信念に沿って犯行を重ねる犯人と、法の名のもとに犯人を追い詰める大友の、長澤まさみ演じる大友のお互いの正義をかけた緊迫のバトルが繰り広げられる。うん まあ、予告編見る限ぎり、まあ、法廷ものっていう感じではないんですけどどちらかというと法廷前のその取り調べの感じの雰囲気のシーンとかが結構いっぱいあったんですがこれねうん非常に非常に大きな作品ですねうんまあね皆さんもご存知の通りにあの えっと、年々、日本は高齢者社会がどんどん加速していっています。はい、あの街を歩いてても、えっとあのね、週末とかあの午後の夕方だと、まあ、高校生もいますが、まあ、基本的には街を歩い田舎の、ね、長岡市も街を歩いてると歩いてるのはほとんど、えっと、65歳の方々のように見えます。 で、まあ、スーパー行っても、あの、安売りの日はね、特に65歳以上の方がね、まあ、男性も女性もですよ。男性も女性も、あの、いっぱい買い物をしてますね。そう。うん。ね、うんと、やっぱり目、目立つっちゃ目立つ。まあ、人口の3割もいればね、そう。 まあ、その中でね、やっぱりあの、介護をめぐる問題って、たびたびと人出さされるじゃないですか。そう。で、まあ、あの、うんと、メディアにこそ乗ってこないし、YouTube でもね、あの、えっと、積極的に介護に関する情報を集めてない限り、まあ、あの、うんと、出てこない情報っていっぱいあります。まあ、そういった中で、あの、介護をされる側、する側、そして、介護をする側は、 き、あの、ケアマネとかね、ケアに関わる人だけじゃなくて、家族も含めて、そういった、あの、家族も含めた、ケアする側、ケアされる側も、もまあ、様々な問題に切り込んでる、あの、意欲作ですよね。本当もうまさに、あの、この最後にね、現代社会に、家族のあり方と人の尊厳の意味を問いかける、衝撃の感動作だと。 感動するのか本当に。みたいな、いうふうな気持ちにもなるんですが、うん。なんだろうね。私ね、予告編を、の中でね、彼は、42人を救ったって。ファイナルケアだって。そう。まあ、ロストケアだったな。ファイナルケアじゃなかった。ロストケアだって。まあ、42人、俺を、俺は42人を救ったんだって言うんですよ。そう。で、長澤まさみ。 ねその権利の方はあのうんと、そうじゃないって言い張るんですね。うん。なんからね、うんと、まあね、人によっては、あの、うんと、とはいえ殺人ですからね、何があっても人は殺しちゃいかんっていうふうに思うわけで、そう、まあね、あの、うんと、ファイナル医療というか、まあ、えっと、 国によっては安楽死を認めてる国もあるわけですよ。そう。うん。あと、なんて言いますかね。まあ、これはね、あの、内容よりも私たち一人一人に向けられたね、あの、現実から逃げんじゃあかんよっていう感じの、まあ、映画なんじゃないでしょうかね。 まあ、あの、ちょっと、気を引き締めて見なきゃいけない映画だと思うんですが、いやこれはね、ぜひね、あの、うんと、いろんな方に見ていただきたいなと思います。 うんまあ、ただ、この手の映画を上映するとですね、上映している映画,映画館に入ると、まあ、大体ね、あの、見てる世代が決まってくるんですよ。<laughs> そう、まあ、社会派の映画なので、まあ、いろんな方、まあ、こういう社会派エンターテイメントに興味ある方はやっぱり行くんですが、まあ、大体ね、あの、うんと、あの、高齢者の方が多いです。だって、あの、うんと、現地的に、あの、うんと、 な、皆さん、現実的な中でい生きてるので、そう。で、若い人はまずいません。でもね、多分、あの、どの世代の方でも見たら見たで、ものすごくここに残る映画じゃないかと思ってます。まあ、ぜひね、あの、TJ 長岡に足を運んで、ご覧ください。さあ、次の映画行きましょうか。で、本日ご紹介する映画、4本目。まあ、最後はね、 えっと、仁義なき幕末、龍馬死闘編ですね。はい。あれリンク飛ばないな。あ、これはですね、あの、完全なエンタ、まあ、お笑いってわけじゃないけど、まあ、時代劇不役座映画って言った方がいいかな。うん。あの、ん、えっと、 すごいね、横く見見る限りテンポが良く、あの、ものすごい重たい感じでもなく、まあ、軽いね、軽く見える、なんかあの、面白い映画見、まあ今回、あの、うんと、ご紹介した映画の中で、まああの、泣,き泣,泣かなくてもいいから、泣かなくてもいいから、まあ面白い映画見たいなって思ったら、まあこの映画がいいんじゃないでしょうかね。うん。そう。まああの、うんと、ヤクザ、 の二人がね <laughs>、ヤクザの二人が、あの、幕末に、あの、タイムスリップしちゃうわけですよ。そう、そうしたらね、ばったり龍馬と会って、あの、龍馬にお前似てるなっていう風な話になる,なるわけですよ。そして、あの、その二人がね、龍馬と確かカラ心に、あの、入れ替わる感じで、幕末に関わっていくっていうお話なんですね。まあ、タイムスリップものはね、あの、うんと、当たり外れも、まあ、 割合とあるんですが、あの、なんだろう、見てみないことには面白いか面白くないかわかんないですかね。ぜひね、あの、足を運んでいきたいんですが、まあ、私自身はね、タイムスリップものが、まあまあまあ、っていうよりも、んと、あのね、人気なき戦いとか、まあ、ヤクザものの映画がね、あまり見たことないので、まあ、あの、 私にとっては、幕末のね、あの物語は結構見るんですけど、もその合体した映画ってことで、まあぜひね、あの、見てみたい映画の一本です。早速、あの、内容をお話していくと、これ長いな <laughs> 読み切れるかなまあちょっと読んでいきましょう。俺とお前は、てっぺん,ん、俺とお前はてっぺんを取るぞ。と、そう近づいった二人の男。ヤクザの渡頭、村田。その右腕、大友。 一兵だ。隠蔽のそう隠蔽の教授はかしら、喧嘩に強い一平が腕となり2人は裏社会の頂点に立とうとしていただが敵対する暴力団の締め受けた狂犬役座伊藤なんとかとの <laughs> 構想の最中、か突如現れた不思議なわらわらわらべうんわらべうん の、の力により、教授たちは幕末にタイムスリップし、そこで教授はある一人の男と出会う。その彼の名は坂本龍馬。なんと龍馬は教授と瓜二つの顔をしていた。なぜ憧れの龍馬が自分と同じ顔をしているのか。戸惑う教授をさらに混乱に乗じるように、龍馬を狙う一味が来週。 教授をかばい、龍馬は命を落としてしまう。龍馬がいなければ、坂本龍,と龍馬とカズラ、カズラ心が手を組ま,ませることもできない。この国の新しい時代は永遠と訪れない。憧れの男の死を目の前に見取った教授は、自ら龍馬になりかわり、龍馬の目指した日本の弱けを実現しようと決意する。一方、同じ幕末にタイ,タイムアウトスリップした一平とその射程、高梨明。 はひょんなことから新選組に入隊、入隊。鬼の副長ひじか、肘たおきたはらと,と行動を共にすることに。で、妻、おりょうやとさ、 半死、藩中岡慎太郎に支えられながら、新しい国づきのために紛争する龍馬こと、教授。現代に戻りたいと願いながらも、重い鉄の掟き手に翻弄され引、ま、引きずり込まれていく一平。時代の荒波は、かつててっ,を取ろうとてっぺんを取ろうとした約束の二人の運命さえ飲み込もうとした。いやー果たして日本の余明けはやってくるのか二人の役場が相ま見れた激動の幕末にさらな 流事件が巻き起こるといった内容ですね。そうね、タイムスリップした後に、龍馬と出会って、龍馬が亡くなっちゃうんですね。そう。このね、えっと、最初に出てきた狂犬役あの、まあ、伊達さんもね、あの、と、あの、予告編でちらっと出てくるから、まあ、これが数学心っていう感じで、長州藩の一人として出てくるんじゃないかな。まあ、あの、 今、普通に言われて、定説の、定説のね、定説の、あの、幕末史に沿った、まあ、えっと、パロディ、時代、パロディヤクザ時代劇って感じですかね。そう。まあ、定説のって言ったら、まあ、ちょっと語弊があるんですが、まあね、幕末維新って、まあね、200年も経たないぐらいの昔の話ですが、まあ、研究が進んで、 あの坂本龍馬の実像とかあの、うんと、薩長同盟の実像とか、まあ、いろんなことが見新しい、ね、研究で結果として出てきています。なので、あの学校で、ね、習ったことが、まあ、真実ってことは、まあ、ちょっと今となれば、まあ、違ってきている部分も多いような感じがします。なので、まあ、あくまでも、ね、みんながあのイメージする幕末のお話に沿った映画ってことになると思いますね。 ま、そんなわけで、えっ、ー、と、この4本が、今月、今週末から T.J. 長岡で公開される映画です。振り返ると、グリッドマン・ユニバース、シング・フォー・ミー・ライル、ロスト・ケア、人気・なき幕末、龍馬・シト編なのですが、まあ、アニメファンならもちろんグリッドマン・ユニバース一択。もう、ただただ泣きたいっていうことにならば、シング・フォー・ミー・ライルがいいんじゃないですかね。で、もう、ただただね、あの、うんと、 なんか、エンタメに浸りたい。まあ、面白い映画見たいってなれば、まあ、どれも面白いと思うんですが、仁義なき幕末、龍馬死闘編もいいんじゃないですかね。で、社会派のロストケアは、まあ、ぜひね、あの、見ながら、あの、いろんなことを感じ、いろんなことを考え、いろんな、うんと、自分をと、あの、見つめ直す時間になるような映画だと思います。まあ、私はね、この中で、もし、もし、うんと、 一本選べていわれたら、ロストケアを見たいと思います。もし二本選べていれたら、私はロストケアとシング・ホー・ミー・ライルを見ます。ただ、えっと、私がね、あの、毎週映画館通ってた頃に戻れるのならば、戻れないですよね。私の16時間断食は終わらない限り、絶対戻れませんけども、私は全部見ます。そう。そんなわけで、今週の、えっ、ー、と、新宅、そう、公開映画はこんな感じになります。 で続いて、今公開中の映画を皆さんちょっと確認していきましょう。そう。まあ、これはね、タイトルだけにさせていただきます。実はね、今週末で多分公開が終了するっていう映画が結構いっぱいありまして、あの、いろんな時間にいろんな映画やってます。<laughs> なので、見てない映画、話題作で見てない映画がありましたら、ぜひね、今週中に見に行かないと、もう映画館で見ることはないでしょう。はい。そう。 でまあ、私が覚えている範囲ですけども、えー、とあちらしがった、うんえーと。おそらく今週末に終わるだろうって、えー、と思われる映画は、えーとそうまあ後でまとめていきましょうかね。えー、とでは、えーと、今公開されている映画。一発目は、私の幸せな結婚。 そう私,の幸私の幸せな結婚。これね、結構ね、イケメンホイホイ系のね、<laughs> イケメン大好きお姉さんホイホイ系の映画です。うん。<laughs> 時代劇は時代劇なんだけど、あの、うんと、うんと、ものすごくね、面白いらしいですよ。<laughs> そう私これね、映画館で予告編見たんですけども、そう、私はね、うんと、 うんとイケメンホイホイ系の映画がね、ちょっとね、あの、の苦手っちゃ苦手。<laughs> そう。あの、うんと、あの、純粋に、私は純粋にストーリーを楽しみたいんです。そう、なんかイケメンお兄さんたちがいっぱい出てくると、なんかそっちばっか気になっちゃって、なんかあの、うん、とストーリーはどうなんだろうみたいなところがちょっとね、あんまり好きじゃないんです。そう。次に、シャザム神々の怒り。そう。 シャザム、神々の怒り。これは、あの、うんと、やめろ。一個一個説明してると、横付けもまとも見てないのがバレてしまう。タイトルだけでいきますね。うん。ちょっと、あの、うんと、今後の課題にさせてください。シャザム、神々の怒り。そう。次に、長靴を抱えた猫。九つの命。そう。で、えっ、ー、と、新仮面ライダー。で、えっ、ー、と、映画機関車トーマス目指せ夢のチャンピオンカップ。 で、ウィニー。で、映画ドラえもん、のび太の、空の理想郷。で、Everything e エブリィッシング、エブリア、オーア・ one、うん。そう。で、なのに、えっ、ー、と、千秋くんは甘すぎる。うん。そう。フェイフェイブルマンズ。うん。で、ブラックライト。湯ドウ、シャイロックの子供たち。 ブルージャイアント。そう。アントマンワ,ワスプ。クライアントマニア。ワイドツアー上映。鬼滅の刃。上限集結。そして、カジヤの里へ。BTS。レジェンドバタフライ。The first ス,スラムダンク。で、スズメの戸締まり。 になります。まあ、すごい豪華ラインナップですよね。まあ、この、あの、冬から、このね、あの、真冬から、あの、真冬というか、12月から現在に至るまでの話題作がまだ公開しましたかという感じです。そう。で、えっ、ー、と、これでねあの、終わるっていうふうに分かっているのは、えっ、ー、と、まあ、先週までまだあるあるあるやってたんですね。 そう、インドの映画、あるあるある。見てない方は残念でしたね。はい。ものすっごく、ものすごく面白い映画でした。うん。そう。ただ踊るだけじゃない。<laughs> はい。えっ、ー、とね、えっ、ー、とき、終わる、よろっと終わるだろうっていうのはですね、えーと、ブラックライト、アントマン・ワスプ、クライアントマニア、ウィニ、スズメの戸締まり、シャーロックの子供たち、ードブルージャイアント、 フェイブルズ・マンズ、ディッカンシャ・トーマス、レジェンド・オブ・バターフライ、そして BTS ですね。はい。スラムダンクはまだえ、みたいね。スズメの戸締まり、ついに終わりですか。うん。スズメの戸締まりは私は劇場で見ました。と公開週に見たかな。はい。まあ、あの、うんと、見てない方は、あの、まあ、あの、去年、 ね、まあ、この、この、この時期、去年の、あの、年末から話題をそうなめした映画ですので、ぜひ、あの、見てない方は、もう見てみてもいいんじゃないでしょうかね。そう。で、まあ、あの、うんと、そうですね。もう一回見たいってい方もいるんじゃないですかね。うん。そう。 私の評価はどうだろうかっていうと、まあ、その当時やってた他のあのアニメ映画「鏡の古城の方が面白かった <laughs> たくさん泣いた <laughs> まあ好きかどうかって言ったら私ね深、うんうん、海監督の映画があまり好きじゃない <laughs> もう今となってはもう新海監督の映画は絵が綺麗だっていうのと背景がものすごく複雑だっていうことはまあ分かりきってるんですそう 私、ジブリの映画もあまり好きじゃないんですけども、ジブリの映画よりは好きみたいな。<laughs> まあ、好みの問題なので、そう、皆さん、あの、見に行きたい方は見に行ってください。で、スラムダンクはまだ、あの、継続のようですね。まあ、スラザ・スラムダンク・ザ・ファーストは、まあ、あの、うんと、スポーツファンにないに限らず、アニメファンなら、まあ、もう見たと思うんですが、見た方がいいですよ。 うん。映画ファンなら見た方がいい。新しいアニメ表現が随所に盛り込まれてます。うん。本当に素晴らしい完成度ですね。はい。で、レジェンド・オブ・バタフライも終わりですかね。はい。木村拓哉さんと、えっ、ー、と、あやすはるかさんの映画。うん。まあ、あの、木村拓哉さん、この木を調して、まあ、あの、うんと、 あの、映画外のところでもね、あの、<laughs> あの、大活躍しちゃってますけどね。そう、どうなるんでしょうかね。うん。まあ、これはね、あの、信長さんのお話ですが、まあ、これもね、終わりですかね。そう、まあまあ、うん。BTS はね、ライブ映画ですね。そう。で、鬼滅の刃も、えっ、ー、と、上限編のね、上限集結編ですね。もう終わりですね。 アントマン・ワスプもよろっと。で、ブルージャイアントも終わりですね。ブルージャイアントが終わりはちょっとかなり悲しい。うん。ブルージャイアントも私は見たかった。ブルージャイアントはね、モーニングでやってる、あの、ブルージャイアントっていう漫画があるんですよ。もうジャズの世界に飛び込んだ若者たちのね、もう熱き物語なんですが、そのブルージャイアント、漫画やってるブルージャイアントの、あの、 の、その前の段階のお話みたいです。そう、私もまあ残念ながら見てないんですが、私はね、うんと、やっぱり、あの、ジャズ好きなんですよ。そう。まあどっちかと言ったら、このポッドキャスト自体ジャズなので、そう、そう、ジャズなので、私のポッドキャストはジャズなので、もうジャズの、 ジャズのエネルギーをそのままお伝えしています。まあ、だからね、ぜひ見てみたかったんですけど、まあ、残念ながら今回私はちょっと見れないっていうことになってます。まあ、見,てない方も見てない方、ジャズが好きな方、いや違う、音楽,好音楽が好きな方、うん、音楽に携わっている方、ソーシャルアニメが好きな方、ぜひね、もう本当、あのブルージャイアントは、まあ、ぜひ見た方がいいと思いますね。はい。で、シャイロックの子供たち。 うん。安倍沙夫さんね。<laughs> 安倍沙夫さんもいっぱい見たな。<laughs> そう。で、えー、っと、湯道。湯道もね、きっとね、そう、橋本環奈ちゃんが出てるんですね。湯道もね、面白いと思うんだよなまあ私もこれも見たい映画だったけど、まあ結構ね、豪華映画がいっぱい出てるので、まあいろんな俳優さんにいろんな側面を見れるんじゃないですかね。で、ブラックナイトも終わり。フェイズマンマイズ。 うん、フィーズマンマイズもね、あの、映画を作るっていうことをテーマにした映画だったと思うんですが、まあこれもね、すっごく面白いと思うんですよ。これもね、見たい映画だったんですが、まあ私は見れてない。うん、これもね、まあいける方がいたらぜひ行ってほしい。うん。で、なのに、えーと、千秋くんが甘すぎる。まあこれもね、あの、早い時間、予告編いっぱい流れたね、予告編いっぱい見たんですけど、まあまあまあ、みっともう、 これは女子高生ホイホイ系の <laughs> 映画ですね。まあ、あの、うんと、若いカップルが、あの、一緒に見に行くっていうような映画なんですけども、まあね、だからって、あの、うんと、どうなのって面白くないのかって言ったら、そんなことはないと思います。はい。そう。まあ、ぜひね、あの、うんと、甘い、甘い、あの、うんと、甘い、あの、優しい色がね、全体的明るい映画をご覧になりたい方は行った方がいいと思いますね。うん。 で、えっ、ー、と、ちあきくんのやつはまだまあ公開中ですね。そうね。うえっと、うんと。あと、わりそうなのはウィーニーかな。そう。ウィーニーもね、あの、ま、あ実際にあったウィーニーウィーニーっていう、あの、ソフトがあったんですけど、ウィーニ n i を、を の中のいろんな訴訟問題を扱ったね。まこれも社会派、社会派ド,マドキュメントですね。社会派の映画ですね。そう、ウィニーもね、私、すっごい見たかったんだけど、残念ながら今回も見れない感じですね。ウィニーもあの、ほんと、もうすぐ終わるので、ぜひね、ウィニーっていうソフトを知ってる方は、まあ、見に行ってください。まあね、もう一時代を作った。 XP の頃ですかね。Windows XP2000 年前後だったと思うんですが、まあ一時代を作った、まあものすごく有名な日本が作ったソフトです。はい。そう。これもし日本で作られてなかったらどうなったんだろうって思うぐらい、まああの素晴らし、あの影響力あるソフトだったんですね。まあぜひね、ウィニーも見ていただきたい映画の一本です。そして、えっ、ー、と、Everything Everywhere World t of o e これね、えっと、A そう、A24 の配給いらっしゃる、A24 の配給の映画で、まあ、あの、すごく評価の高いね、あの、映画なんですね。そう。ちょっとね、あの、A24 の映画って、まあ、ちょっと難解で映画ファン通好みの映画なんですが、あの、私はね、A24 の映画大好きで、まあ、これも見たかったんですけども、あの、うんと、 これはね、横から見る限りいろんな世代の方が、あの、面白いおかしく見れる映画じゃないかと思うので、ぜひ、あの、うんと、ちょっと一風変わったね、あの、パンチの効いた映画を見たいって方はぜひこれね、おすすめです。そそして、ドラえもんのび太の空の理想郷。これはね、ほっといても入って、あの、皆さん、あの、お子さんがいる方は見に行くんじゃないですかね。うん。そう。えっ、ー、と、理想郷。これ、ユートピアって読むにだったかな。 ああの、ドラえもんの映画が好きって人は大人にもたくさんいらっしゃいますね。まあ、ぜひね、あの、お子さんなり連れて行ってみてください。で、機関者トーマス。うん。トーマスの映画はね、見たことないんですがあの、ぜひ一回見てみたいなと思います。で、新仮面ライダー。そう。まあ、賛否両論負けき起こってますが、仮面ライダー、新仮面ライダー。やっぱりね、あの、うんと、 予告編もね、本当に1年前からずっとね、去年のあの、コナンの映画の頃にはもう予告編入っていたって感じで、もう引っ張りに引っ張ってようやく公開ですかって感じなんですが、新仮面ライダーな、空前のスケールでということで、うん、やってます。まあね、仮面ライダーにお世話になった人たちはいっぱいいるでしょう。で、昭和ライダーを知らない人たちもいっぱいいるでしょう。 そう。私ね、あの、昭和ライダーと平成ライダーと令和ライダーって、もう全部ね、ちょっとずつ、ちょっとずつ大きく違うじゃないですか。なので、うんと、すべての仮面ライあの、世代の仮面ライダーファンに受けるかったらちょっとわかんないけど、やっぱ昭和ライダーを知ってる世代は、もうね、あの、いいお年ですよ。もう40代、50代です。はい。昭和世代の仮面ライダーをよく知ってる世代は、世代は。この世代が、 にとって、ビシビシッと響くような映画になってるんじゃないかと思います。で、長靴を履いた猫。これもね、この長靴の履いた猫自体は有名ですからね。これもあの、絶対あの、あの、感動ウルルル系ですね。絶対に最後は泣ける話になっています。うん。まあこの、海外のね、あの、CG アニメの、あの、吹き替えメンバーは、まあ大体固定されてる気がするな。 うん、<laughs> そう。まあ、定番のメンバーがやってます。なので、あの、聞きやすい感じになってると思いますね。うん。で、シャザム。シャザムさんね。こう、これはあの、うんと、アニ、あえっと、アメコミ系の映画ですが、私は、ね、アニコミを映画にした映画、スパイダーマン含め、あまり嫌い、好きじゃないんです。うん、スパイダーマンは、 好きな人いっぱいいると思うんですが、私はどこが面白いのか何回見てもよくわかんない。うん。まあ去年はね、えっと、まあね、あの、アメコミ系の映画、あの、ちょっとタイトルは忘れちゃったんですけど、ブラックパンサーだ。去年公開されたブラックパンサー本当に面白かった。うん。で、えっと、バットマンも、バットマンもシリーズによって全然あの、雰囲気違いますけども、 バットマンもね、あの、非常に面白い作品がいっぱいある。なので、全部のアメコミ作品がちょっと残念だって感じはないんですけども、私はね、あの、アメコミ作品を見て、残念に思うことが多いです。なので、シャザムが面白いかどうかは、ちょっと何とも言えません。で、私の幸せな結婚ということで、今回公今放映中の作品は、まあ、こんなラインナップになってますね。はい。そう。 で、まあ、今は作品情報を見て、あの、公開中の映画を見てるんですが、あのね、今週末からってなるとまたちょっと違う場合があるので、ちょっとそっちを確認しておきましょうかね。えっ、ー、と、今週末、今ね、言ったのが全部やってるってわけじゃないから、まあ、やってなかったって言ったら本当申し訳ないんで。今週末やってる、えっ、ー、と、映画を歌っておきましょう。新仮面ライダー、グリッドマンユニバース、えっ、ー、と、シング・ォー・ミー・ライル、ロスト・ケア、私の幸せな結婚、 えっと、シャザム。これ吹き替え版も字幕もやってますね。で、長靴を履いた猫。敵感者トーマス。ウィーニーもやってます。ドラえものび太の空想の理想今日えっ、ー、と、エブリシングエブリオールアンワンスもやってますね。なのにチアク君は甘すぎる。うん。音声入り応援上映会があるみたいですね。誘導、ブラックジャイアント、ワールドツアー、鬼滅の刃、そして、えっ、ー、と、 刀当時の里へ、うん。で、BTS、レジェンドバタフライ、THEFIRST、ファーストスススラムダンクレッツズメの戸締まり、おお、あるある,あるまだやってますね。はい。そう、あるある,あるまだやってます。と、今週末でまだまだ、ね、たくさんの映画が見れるので、ぜひね、皆さん、今週末からね、あのえー、と火曜日、本当あのごった返すと思うんですよ。春休みで子どもたちが見るような映画もいっぱいやってますね。 まあね、それでもね、ぜひ、あの、今週見逃すと見れないような映画いっぱいあると思うので、ぜひ映画ご覧、映画館に足を運んで、映画を楽しんでください。きっとあ、あの、皆さんにとってね、素晴らしい時間と人生の学びがあると思います。この、あの、ポッドキャストのタイトルは、うんと、まだね、考え中なんですが、えっ、ー、と、映画を大人の教科書です。にしたいと思ってるんです。はい。まあ、あの、もっといやいや、あの、 もっといい、あの、タイトルのアイデアが送らない限り、まあ、これでいこうと思いますので、あの、皆さんぜひね、あの、映画を見て、自分の心に、あの、いろんなものを貯めて、明日からの、次の日のからの、あの、人生に生かしていただきたいな、と思っています。本来はここで終わりなんですが、えっ、ー、と、初回なので、初回なので、うん、とちょっとね、なんで TJE の、あの、 えっと、宣伝を始めたんっていう話をちょっとお話していきたいと思います。私はね、えっ、ー、と、3年ぐらい前から SNS 立ちをして、そう、まあ、もっとね、断続的にやってたんで、まあ、5年ぐらい前かもしれませんけど、SNS 立ちをして、あのー、身近な方々は、まあ、家族とのご縁も本当、もう、もう、縁を自分から切っちゃったっていうのが本当のところですね。そう、そうやってまあ、 あの、一人の世界に浸ってました。まあ、その中で、あの、写真集を作ったりとか、写真を撮ったりして、積極的にツイッターで、SNS 出したって言っても、ツイッターでね、えっと、写真を発信したりもしてたんですけども、まあ、それもね、もう一年半ぐらい前にもう疲れ果てちゃって、あの、中断したっきり、そっから、本当あの、もう仕事行って、帰ってきて、お酒飲んで食べたいものを食べて、 あとはおしっこをしてトイレ,よっトイレ行って寝るだけみたいな、本当ね、あの、まあ、私が SNS してたうちに小川誠は死んだんじゃないかという噂が流れているぐらいな感じで、えっと、本当世の中から消え去ってたっていうのが本当のところです。まあ、そんな私なんですが、まあね、以前から、あの、えっと、一度は見てみたかった。 うんっと、お良太郎さんね、陶芸が長岡であの公開されるってことで、まあ映画見に行きました。で実は芝良太郎さんのね、陶芸は私はね、あの、上巻の半分ぐらいしか読んでないんですよ。まあ芝良太郎さんもそうですけど、まあ、あの、往年のね、あの、歴史小説って、あまあ、きっちり字で細かいじゃないですか。なかなかしんどくて。<laughs> そう、私はね、あの、うんっと、うん。 まあ、中学生の頃が一番歴史小説読んだかな。<laughs> そう。まあ、しば、あの、峠は読んでないんですが、あの、最初は確か、あの、冬の山道を東京に行くっていうところから始まったんじゃなかったかな。まあ、峠と映画の峠がどれくらいリンクしてるかって言ったら、ちょっと、あ何もわかんないんですけども。まあ、あの、しばりたさん、ろうさんはしばし館と言われるぐらいね、まあ、あの、日本に熱い、 小説を書く方ですよねなので、まああのうんと、陶芸も映画も熱、ねまあ、い内容でしたねそう、まあ。もちろん賛否両論あると思います。大した、ね、あの予算がない中であのよく作ったなっていう感じの映画でした。私は、ね、2回、3回見たかな。確かね、アマプラでも無料。 あの、無料じゃないと思うんですが、アマゾンプライムでも、あの、買ってご視聴できると思うので、見てない方は、ぜひね、長岡に住んでる方は、あと見ていただきたいと思います。そう。自分の胸の中に長岡人としての誇りとプライドが、もう一回燃え、燃えてくるかもしれませんね。うん。そう。 まあ長岡はね、長岡外から来た方にはものすごい良い街だっていう評価をいただいてるんですが、長岡に住んでる人たちの長岡に対する評価がね、あまりにも低い街で、そう。 なんでって、もっと長岡はすごいところなんで、もっと面白いところもいっぱいあるし、歴史的なあの価値もものすごい高いっていうところを、ぜひね、あの、長岡に住んでる方には再確認していただきたいなと思う映画になってました、まあ。その映画を見て、その映画のね、面白さを再確認した私は、もともとね、あの、あの、高校生の時に、あの、長岡市民映画館を作る会の協力のもと、高校生だけで、えっ、ー、と、上映会を開催したりとか、えっ、ー、と、シネマチャオで、 働いた頃があったりとか、まあ、映画と、あの、ね、まあ、うん、と写真学校の頃は、進学校帰った頃は映画をね、積極的に勉強したりしていて、まあ、映画に深いご縁がある私だったので、まあ、映画が嫌いってわけじゃないんですが、まあ、映画をね、作る方に興味があっても、見る方には、作る方とか、こういう、まあ、上映する方には興味があっても、見る方にはあんまり興味がなかったんですが、このあの、闘を境にあの映画の面白さを再確認し、えっと、なんとか、 映画を見たいと思い、あの、食べるものを我慢し、お酒をやめ、タバコもやめ、嗜好品という嗜好品をやめ、えっと、すべてのお金を映画に回し、まあ、見た見た見た、そっから、あの、TJ 長岡上映された映画は全部見た。うん。そう。で、まあ、年間結構多くの数上映されてて、まあ、かなりの数映画館で見ました。まあ、ですが、あの、十、 1>, 1月ぐらいから、まあく、あの、6月ぐらいから、えっ、ー、と、6、7、8、9、10、11、12、1月の頭ぐらいまで、まあ、見るに見たんですけど、なんかね、突然のように、あの、私はあの、映画を作る側にいたい。いや、私は見る側じゃやっぱ満足できないなっていう、私のクリエイティブなね、本能に目覚めまして、やっぱりあの、うんと、 発信する、なんかコンテンツを作って発信するっていうのがやりたいと思い始めたんです。そこで、あの、何年かぶりに YouTube に復帰し、あの、眠ってたね、アカウントを、ヒリビリの放送局として復活させたというような感じになります。今は YouTube ではね、ポッドキャストを中心に発信しています。ポッドキャストっていうのは、まあ、ラジオ配信、来、 と、まあ、混同されがちですが、まあ、インターネットラジオはですね、まあ、どっちかと,いうとライブ配信に近い位置づけです。はい、ライブ配信。だからリアルタイム放送って感じなんですね。まあ、もちろん収録されてるやつもあると思うんですが、はい、放送時間を決めて。で、えっと、で、ポッドキャストは、どっちかと言ったら、あの、もう配信されて、アップされてる、あの、 音声をダウンロードして聞くっていうような感じで、まあ、ストーミングでもいいと思うんですが、えっと、どっちかと,いうと動画に近いんです。なんで、えっと、インターネットラジオは、えっと、ライブ配信より、で、えっと、ポッドキャストは、まあ、動画、あの、YouTube よりみたいな感じで、えっと、位置づけされてて、まあ、えっと、ポッドキャストは、あの、テーマ、様々なテーマに沿って、えっと、 話されてるっていうのが、まあ、特徴とは特徴なんです。で、私のポッドキャストはですね、うんと、いくつかのテーマに分かれて、えー、っと、1、2、3、テーマでやってます。4つ、四つやってますね。1つは、えー、っと、分かりダイエットウォークと称しまして、私、毎朝、朝4時半に、から、えー、っと、出勤するんですね。そう、今、あの、えー、っと、長岡市にある、あの、 ジムのスポーツジムのお風呂の掃除やってますので、多分私があのやってるお風呂に入掃除してる、毎日お風呂掃除してるお風呂に入ってる方もたくさんいると思います、ということは言いませんが。はい。まあ、そういった中で、えー、とそ私の住んでるあのところから職場まで歩いて40分ぐらいなんですが、40分歩きながら収録してお話しているのが、訳あり,りダイエットウォークで、大体ね、あの私は LGBTQ の Q、 なんですけども、あの性自認、まあ自分が、自分の性はどこかっていうふうに思ってるのは、私は女性であって、非常に男性寄りな部分が強い女性だっていうふうに自認しています、まあ。そんな中で、男性寄りな部分を,を引っ張り出してお話してるのが、まああの、ダイエットウォークのお話になります。それが、えっと、毎日、毎日かえっと、月曜日から金曜日の朝6時に、 前日分をアップしてます。でんで、えっ、ー、と、その日の10時には、あの、昼ビリ放送局のね、まあ、メインの看板チャンネル、看板ポッドキャスト、M、M キャストを配信してます。それは、えっ、ー、と、まあ、あの、お仕事帰ってきてからね、うんと その今日の話題に合わせながら、私の逆に女性的な部分を全面に押し出しながら配信している、うんと、お昼ご飯を食べながらでも聞いていただければいいなみたいな感じで思ってる配信です。はい。んで、お昼には今日のアウトプット。 私は16時間ダイエット断食の延長上として、日本ダイエット健康協会の、えー、と公認ストラクターを目指してるんですねで。公認ストラクターを目指すにあたって、えっ、ー、と、まあ、あと同協会のね、あの、やってる1級2級の資格を取る必要があるんです。で、2級はね、以前に取ったんですが、1級は取れてなくて、1級と2級を取るために、そのテキストの内容をアウトプットしてるっていうのが、えっ、ー、と、12時からやってる今日のアウトプットですね。 はい。その他に、えっ、ー、と、16時間断食をテーマにした、えっ、ー、と、ポッドキャストを、えっ、ー、と、週1回配信してます。はい。大体土曜日。で、そしてこの、そしてもう一つが、この、えっ、ー、と、映画は大人の教科書です。になる予定です。これは、えっ、ー、と、毎週金曜日に、金曜日に、えっ、ー、と、長岡市グループと、 えっと、YouTube にアップしようと思っています。で、今配信、録音しているのは、そのための、まあ、練習というか、テスト、テスト収録です。まあね、一回テストしてみないと、どれくらいの時間かかるかっていうのもわかんないし、まあ、えっと、どんな内容でやったらいいかっていうのもわかんないし、今後の練習も含めて、 えっと、収録してます。まあ、そんなわけで、私を、あの、うんと、もうね、死んでもいいというか、死んでもいいというか、もう早くお迎え来てくださいっていうふうに思ってて、まあ、うんと、誰ともご縁を切り、あの、もう、人生の底辺の底辺にね、埋もれてた私をもう一度引っ張り上げてくれた t j イ長岡に対して、ぜひね、あの、うん、と素晴らしい映画たくさんあるので、一人でも多くの方に足を運んでもらいたいと思った私がお話してる、 最新映画、T.J.E. 長岡の映画情報でした。皆さんぜひね、あの、映画館に足を運んで、素晴らしい映画に触れてください。まあ、年間一本も見ないという人が多い中、あの、毎週足を運ぶ方もいらっしゃる、たくさんいらっしゃるんです。そう。そしてね、あの、T.J.E. 長岡は、あの、やっぱあの、水曜日が、 1200円で、見れるので水曜日に行くのがおすすめです。で、あの、オンラインから、あの、TJ 長岡のチケットを予約すると、えっ、ー、と、火曜日と木曜日も1300円で見れます。記念像、記念像ですね。アプリの記念像とか、記念パスで、あの、うんと、と、で、購入するっていうのが、まあ、おすすめですね。で、まあ、アプリとかね、あの、ウェブで、あの、購入すると、購入した、あの、うんと、 映画に対して、あの、QR コードが出るんですよ。QR コードを、あの、えっと、映画館に行ってね、チケットを買わなくても、その、入場口でピッとすると今入れるんで、まあ、あの、オンラインで買うと、もうほんと、あの、待ち時間ゼロで映画館に入れます。そして、オンラインで買う場合は、えっと、上映、あの、予約する3日前からできるので、水曜日の場合だと、日曜日の深夜、 そう、日曜日の深夜だから、日曜日になった直後に予約すると素敵な席を取ることができます。で、現在ね、オンラインであの、チケット買う方もたくさんいらっしゃるんで、まあ、ギリギリ予約すると、あの、見たい、見たい席が、あの、うんと、もう閉まってるってことも多いようですね。まあ、そんなわけで、ぜひ皆さんね、あの、便利に、お得に、 お得に、えっ、ー、と、映画を楽しんでください。ちなみに、映画館の儲けをただ考えるんだったら、ポップコーンとかスナックとかを買うのが本、買っていただくのは本当にいいんですが、私はもう全部映画に。 売ってたので、まあ一回も買ったことありません。その辺あのティージョイ長岡のスタッフの方から聞いてたら本当ごめんなさい。<laughs> そうえっとちなみに私はあのうんとティージョイ長岡のねあのうんと深夜の清掃を担当している某会社で会社から会社と同じところ会社で働いています。はい。そうその会社から派遣されてあの某 某、スポーツジムでお風呂の掃除をしてます。そんなわけでですね。えっ、ー、と、何分ぐらい喋ったのかなえっ、ー、と、見てみると。まあ、1時間以上喋ってますね。はい。まあ、次回から1時間で収まるようにお話したいと思います。そんなわけでですね、あの、最後になりますが、えっ、ー、と、概要欄に、えっ、ー、と、今公開中の映画、これから公開される映画、で、公開が終わった作、映画、そして、えっ、ー、と、今週から公開されてる映画の予告情報を 予告編をね、まとめたリストがありますので、ぜひ皆さんね、あの予告編も、あの予告編を見ながらでもね、えっと見たい映画を探してみてください。そんなわけで、昼ビール放送局、大人の、映画大人の教科書です。MC のマコネでした。また来週、ご視聴最後までお聞きしていただきありがとうございました。皆さん映画館に足を運んで、ね、 バイバイ。またね。